こんにちは。漢詩を読んでみませんか？浜中仁です。今回は、ですね、まあ、徒歩の詩をですね、紹介します。はい。こんな感じですか？はい、それではですね、これは五言詩、五言絶句ですね。五言詩の場合は、上に下3で切れます。ね。そして、下3は、1、2か2、1で切れるのですが、それぞれ考えていかないといけないですね。高、川ですね。山、山、麗しい。まあ、こういうことですね。か、そう、花と草ですね。香ると。ね。飛ぶ、つばめ、まあ、これ、子というのはですね、つばめにひっついてる、ですね。これでつばめなんですね。縁死でね。で、眠る、縁王やから、ですね。この、ですね。おしどりですね。だからまあ、こういう風に切れますね。2、1か1、2、下3をですね、考えると、ですね、これが解釈の助けになりますので、参考にしてください。絶句2首の1ですね。連作2首の第1首ですね。地日というのは、ゆっくりした太陽ということで、まあ、日長の、ことを、日の長いことを言っていますね。で、高山、川と山、山水ですね。川と山は、麗しく。まあ、春になって、わかめが出てですね、こう、青く色づくんですね。ね、それが麗しいと。で、春風、花草香ると。わしく、現代仮名遣いにつくんですね。春風、花草香ると。かぐわしでもいいですね。かぐわしと。ね。泥、溶けて、縁死飛び。いいですね。縁死飛び。砂、暖か。これ日編でもいいんですね。と同じ意味です。砂、暖かにして、縁王、おしどりですね。眠ると。ですね。地日、高山、麗しく、春風、花草、かぐわし。泥溶けて、縁死飛び、砂、暖かにして、縁王眠る。これ、縁王ですね。縁、おしどり。縁王。ね、まあ、ですね。まあ、のどかな春の風景をですね、読み込んだ、ですね。そういう、ですね、詩ですね。日長の、ですね、日が長くなって、ですね、川や山は、ですね、まあ、目に鮮やかに見え、そして、春風そよぐ時、草や花が、ですね、花にいいですね、まあ、かぐわしくですね、かぐわしい状態に、こう、まあ、なんですか、こう、香ってくると。そして、泥が、ですね、まあ、天気が不安定になってくるんだよね。泥が、こう、柔らかで。で、それをついばんでですね、巣作りをするんでしょうか。ツバメが、ですね、せっせと飛んでは運んでいて。で、川辺では、ですね、暖かな、ところに、ですね、おしどりが眠っていると。ね。
非常にこうですね、のどかである、そういう春の一風景を切り取った、そういうですね、漢詩です。ですね。多いんですけども、二句目ですね。そして、四句目、ですね。孔王ですね。これは、下表七陽の陰に属する字です。そして、まあ、表則。まあ、これは高校生、の段階ではですね、知らなくてもいいですけども、まあ、一応指摘しておきますね。ルー、即です。シャン、ヒョ、ファン、ヒョ、チャオ、即、ロン、ヒョ、イエン、即、ヌワン、即、イワン、ヒョ、ですね。二四不動とね、表則を入れ替える。そして、ですね、一句目と二句目は裏返しの状態にすると。ね。で、二句目と三句目は同じにするということで、これ実は一句目と三句目が入れ替わっている状態にするということですね。そうすると、この二句とこの二句が綺麗に入れ替わった状態に、表則のではなると。まあ、二字目と四字目に関してですけどもね。まあ、これ、河合幸三さんという、ですね、方の、中国名詩選、ですね、新編、旧編があるんですけども、ですね、新編の方ですけども、それに、いいですね、これ見えますかな、ここか、ゼックですね、ゼックですね、の、第一首ですね。あ、これ、その二か。ん？あ、その一ですね。その一で、ですね。あ、じゃあ、こっちか。こっちでした。こっちね。で、円王眠るという字ですが、こっちは水になってるんやけども、ちょっと見にくいかな。水になってないけど、こっちはね、民になってるんですね。五色です。まあ、ですね、そう。まあ、ね、仕方ない。五色があるものです。間違いというのはあるものです。私はいっぱい間違ってますけども。まあ、こんな偉い先生でもね、の本でも五色があるということですね。なんです、民じゃあかんのかというとですね、民だったら、これあの、ひょうなんですね。ひょうひょうひょう。下三連と言ってですね、これはあかんのですね。避けなければならないから、しゅえ、ですね。速度を追んでないといけないということで、これは、ブブー、ということになります。まあ、こんな人の間違い見つけると、にたっとして笑ってしまうですね。心の狭い人間です。それでは、ですね。最後に、中国語で、北京語で、ですね、朗読しましょう。樹叶句二首之一、杜甫。迟日江山丽，春风花草香。泥融飞燕子，沙暖睡鸳鸯。迟日江山丽，春风花草香。泥融飞燕子，沙暖睡鸳鸯。ですね、のどかな春の日をですね、に浸る、そういう思いが、こうですね、一風景を読み込んで、ですね、そういう作者の思いが、ここには、描かれているんですが、これ連作2週、2週目はもっと有名なですね、詩なんですけども、それを読むとですね、ただ、ですね、春のですね、情景にですね、どっぷり使っているだけではないということが読み取れるんですね。
でもまあ、第一種だけでは、どっぷり使って、ああ、いい日だな、というね、そういう風に、いいですね、見えます。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。